ピューロランドで
ーちゃんに教えてあげてください。それを何回か繰り返して3つともキティちゃんが聞き分けることができたら見事大成功です。題してみんなの心を一つになりたくてパート1、大好きキティちゃんハンドボタンにしましょう。いいね、ダニエル。さあ、それではキティちゃんはみんながね、何を言っているか聞き分けることができたら、じゃあこちらのホワイトボードにその言葉を書いてくれますよ。みんなのキティちゃんも大成功を目指して頑張りましょう。さあ、それでは今日の3つの言葉を皆さんにお見せしたいと思います。いいですか、キティちゃんは見ちゃダメだからね。はい、じゃあ後ろ向けて OK、 ありがとうダニエルも。さあ、それでは皆さんはまずは声に出さずに静かに3つの言葉を確認してください。それではいきますよ。今日のお題はこちら。さあ、どうですか、みんな見えた、大丈夫、この3つの言葉バッチリチェックしてください。はい、こちらの皆さんもどうぞ。さあ、ダニエルは OK、 3つ、はい、1つ目、2つ目、3つ目、はい、バッチリ OK。 さあ、それでは今日も大丈夫です、ありがとう。さあ、それではこの3つの中からどれか1つ言葉を選んでください。そして私がせーのと言ったら一斉に大きな声でキティちゃんに教えてあげてくださいね。皆さん、とにかく大きな声、いいですか、大きな声を出すことが大切です。じゃあみんな1つ目、心を一つにして大きな声でお願いします。いきますよ、せーの。さあ、どうだろう、キティちゃん今どうかな、聞こえたかな、名古屋っぽい言葉が聞こえたような気がしたよね。はい、さあ、それでは皆さんもう一度大きな声でキティちゃんに届けてあげてください。さっきよりも大きな声でせーの。お、いいんじゃない、これはどうですか。はい、さあ、それじゃあキティちゃん、こちらもホワイトボードにその言葉を書いてください。さあ、いけるかな、どうかな。さあ、言葉も聞こえたし、キティちゃんらしいね、言葉も聞こえてきましたよ。さあ、どうかな、どうかな、そう、これはどうだろう。さあ、それじゃあみんなに見せたいと思います。キティちゃんの一つ目の答えは今大正解。でしょうか。
嬉しいか。今日はみんなと一緒に楽しい時間を過ごせてよかったね。うん、みんなの心がもっともっと温かくなって、みんなの未来もキラキラ輝くように。キティ、これからも頑張ります。みんな、ずっとお友達でいてくださいね。はい、キティちゃんもみんなもどうもありがとう。さあ、楽しい時間は本当に短く感じますね。次の曲でいよいよ最後となってしまいます。
めっちゃかわいい。